はい、こんにちは。皆さん、こんにちは。私のお仕事紹介のコーナーさせてください。させてください。よろしくお願いいたします。こんにちは。で、今日はですね、このアトリエですね。ステンドグラスですね。作家さんのアトリエのこの建物にですね、この、私、これ絵を描いたんですね。こういう。その紹介させてください。ステンドグラスの作家さんでありですね、いろんな活動をされている方で、岸田さん女性の方です。アトリエというかね、作業所ですね。この中であのステンドグラスの作業をしたりとかですね、ちょっと展示したりするんです。この建物ですねを作るので、そこに絵を描いてくれないかということでですね、お仕事いただきまして、そしてこのアトリエの壁に絵を、外壁にですね、こういうふうに絵を描いてね。で、最初ですね、妖精ですね。フェアリー。ね。フェアリー。いますね、ここにね。ここね。ここね。妖精です。妖精でございます。ここにもね、ちょっといるんですよ。こういうね。まあ、これも妖精っていうかね、そういうイメージなんですけど、そういうイメージで、描いてくれないかいということでですね、いろいろラフを出しました。こういったようなですね、ラフを出して、いろいろ提案してですね、で、やり取りして、ああ、こういう方がいいんじゃない？で、岸田さんもですね、いろんなですね、イメージのですね、自分のイメージの画像とかですね、写真を送ってくださいまして、そして、詰めていってですね、デザインを、あ、こういう絵がいいんじゃない？ですね。そして、実際にですね、書きに行きました。で、私はですね、西島さんですね、社長と、2人でやってます、デザイン会社なんですけども、西島さんと一緒に行きましてね、女性の社長です。と私2人でやってますんでね、行きました。まあ、絵を描くのは、私なんですけどね、西島さんもちょっと手伝ってもらって、2人で、絵を描きに行きました。はい、ちょっと私じゃあ、塗るから、そしたら緑の、ペンキまずちょっと取ってください。緑のあれかい、これかい、こっちかい。緑の違う、その右側のやつ、そう違う、そっちのやつ、そこにあるでしょ、緑のやつあるでしょ、ペンキ。どこれか、このやつでしょ、これね。はい、分かった。これ、はい、あれです。これね、やって、こうちょっとさ、見てくれない？どっちが左右対称になってるかどうか、どう、これ。ちょっと、分かんない。右かな。だから、どっちがこうなってる。いいかい、これでいい、大丈夫これ。どっちさ、右、こっちの方はもうちょっと右。右、もうちょっと、左、いいと思う。いいんだ。分かった。そしたら、ちょっと、もう一回、筆の太い筆取って。分かった。この筆かい、こっちでいいの。いや、違う、もう一個太いやつ、もうちょっと太いやつあるじゃん。なんどうしよう。はい、取って、ちょっと乾いちゃうから、それ。分かった。このどうやってて太い方ね、これだね。はい。よし、わかりました。こうやってよーし、こういう感じでいって、こういうかな、ここに葉っぱかなんかあったら、どうだ いいかい。あんたもちょっと描いてみるかい。いや、私はいいよ。あんたも描きな。あんた大丈夫だよ。あ、そうですか。この辺で葉っぱがこうなったらいいと思うんだけどね。ここの妖精のあれ、服の色はあれだ、何色だ、やっぱ黄色かい。そこはオレンジの方がいいんじゃないか。オレンジかい？オレンジ、そうだね。オレンジするわ。言う通りだな。オレンジの方がいいわ。こっちだってね、白だから。オレンジの方がこう、グッと合うもんね。いや、わかんないけど、その方がいいと思うよ。いや、あんた好きなのやんないや。いや、だあんた好きなのだって、今、オレンジね。いいんでしょ、オレンジで。いいの？黄色か？オレンジの方がいいな。やっぱり、あんた言った方がいいわ。やっぱりあんた言った方がいい。よし、いいか、これで。ちょっと、喉乾いて、なんかちょっと休むかい。私、なんか買ってくるわ。ごめんね、なんか、ちょっと、喉乾いて、よし、これでいいか。いいよね、もう。いいよね、大丈夫。いいわ。すごいいいと思う。うまくいった。という感じでですね、書き上げましてね。やらせてもらいました。ただその後ですね、小屋ライフとかね、こういう、小屋専門誌っていうんですかね、そういうところの雑誌からですね、取材を受けたということでね、
こんなのね、すごいこういう雑誌のですねに見開きとかでねこう載ったよって、教えていただきましたね。本当に嬉しかったですね。こういう風に全国紙ということなんでね、もう岸田さんも喜んでいただいてですね、本当にやってよかったな、こういうことで本当に私は嬉しいことになります。それからですね、3年ぐらい経ってですね、ちょっと連絡をいただいてですね、増設をしたよと、隣にギャラリーを作りましたよってですね、連絡をいただきましてね、見に行ってきました。この左側のですね、緑色の部分が増設した部分ですね。で、こちら側をスタンドグラスのギャラリーにしたということです。こんな風に私の絵もですね、この風空間、このですねステンドグラスのギャラリーの周りは本当にこんなですね公園があったりですねして、すごく環境が良いのでですね、皆さんぜひ訪れてみてくださいね。ギャラリーの中にはステンドグラスの作品がですねたくさん飾っておりまして、色もとっても綺麗です。ギャラリー増設のためにですね、くり抜いた扉部分にですねのイラストがありましたので、そのイラストをですね、こういうふうに看板にしてですね、貼っていただいたということで、じゃあここにですね、文字を書いたらどうかと提案しまして、その場でペンキで書いてきました。また書いてくるのか、じゃあ近くには幼稚園がありましてね、保育園かな。で、朝小さい子が散歩に先生方と来ますんで、小さい子も読めたらいいかな、小さい子に語りかけるようなそういう言葉を書いたら楽しいかなということでね、書いてきました。とても楽しかったです。ギャラリー、文字も書いてきました。こんにちは、ギャラリーはこちら。いつでも気軽においでください、はい、お待ちしてます、はい、ありがとうございます、はい、概要欄に住所などを載せておきますのでね、皆さんぜひ訪れてみてください。ありがとうございました。